博士、ハガードは十分な誠意を見せました。協力を。誤解しないでちょうだい。ここに来たのはあなたたちが過去にしたことについて聞くためよ。どれだけ時を経ても賢くはなってないみたいね。残念だわ。次に会うときはその高慢ちきな顔を見たくないわ。次があればの話だけど。博士、あなたとエルリックさんは。驚かせて悪かったわ。さっきの話ですけど、ハガードは昔何をしたんです？あら、我らがエルリック様から何も聞いてないの？不義理をしてるのは私にだけじゃないよね。答えが欲しいなら直接本人に聞けば。私はとにかく今すぐここを離れたいの。エルリックさん。博士の言う通りだ。ハガードは多くの誤った決断を下してきた。厄災に見舞われる世界を前に懸命に力を尽くそうともした。だがそんな努力も全て徒労に終わっていた。足元にある大地はこの世界のほんの一部に過ぎないからな。全ては変わり果てたのだ。我々はオムニアムを発見。傲慢にもオムニアムを制したと思った。傲慢にもオムニアムを制。輝かしい未来が来ると無邪気にも信じたのだ。だがそれは恐ろしい過ちだった。50年ほど前、原因不明のイカ現象が至るところで発生し始めた。後にオムニアムの放射によるものと分かったが、時すでに遅し。全てを取り戻すべく我々は闇に眠る禁忌を犯すことにした。オムニアムで時空構造に干渉し、タイムラインの一部を抹消したり逆回転させたりしようとしたんだが、うまくいかなかった。我々は時間に見捨てられた人類だ。すまない、隠すつもりはなかった。だが過去のことは外の人間には話しづらくてね。オムニアムの特性の多くは我々の理解を超えている。その中でも最も難解なのが時空構造の安全性に対する影響についてだ。簡潔に言えば、オムニアムには時空の逆転、ひいては時空の歪曲すら引き起こす力がある。つまりタイムリバースってことですか？タイムリバースはその最も分かりやすい特性の一つに過ぎない。それはつまりタイムライン上の現在に属するある一点を過去の位置に引き戻すというものだ。タイムリバースを引き起こした個体が今のタイムラインから飛び出す濃度を見つけたとする。するとその個体は物事の進む方向を変え、新たなタイムラインを作り出すことができる。その話はドクター・クレアから聞きました。彼女と夫のルーンはかつてハガードの上級研究員だった。この分野に関してはプロだ。そして私は彼らのプロジェクトリーダーを務めていた。我々は長年の仕事仲間だ。あの時私たちはその発見がもたらす無限の可能性に
希望を抱いていた。みんな疲れも知らずに働き、新しい研究成果を得ようと躍起になっていた。だがその時点では自分たちの研究がこの世界にとてつもない影響を与えるなどとは思ってもみなかった。歯車が狂い始めたのは1回目のタイムリバースが成功した後だ。当時の第9地区のオフィサーカールが過激な実験プランを提案してきた。カールはプロジェクトチームの中から志願者を募って実験に参加させようとした。だがドクター・ヘンリーは安全性とリスクの観点からカールの提案を拒否した。プロジェクトは一旦ストップした。だがその後さまざまなことが起きて、結局最後にはカールがドクター・ヘンリーを説き伏せた。しかも彼らはクレアに黙って彼女の夫ルーンに会い、実験に志願するよう勧めた。その結果実験は失敗した。そうだ、50年前のアクシデントでルーンは時間の荒波に飲み込まれた。そしてクレアもここを出ていった。博士がどうしてあんな態度を取るのかやっと分かりました。タイムリバースの技術開発が進むと、カールは我々に大胆な考えを示すようになった。タイムライン上で折り返したり移動したりできるようになれば、理論的には時間の束縛から完全に自由になれる。我々はいかなる時間、いかなる地点にも行ける。そこには時間の因果律は存在しない。我々にとってはもはや過去も未来もない。永遠に現在にとどまるだけ。そしてその現在は永遠だ。つまりあなたと博士は50年前の話をしていたんですね。でも二人ともとても若く見えますが。ああ、私たちの時間は永遠に過去にとどまっている。だが君たちは今この瞬間も前に進んでいる。それがカールの望んだことなんですか？時間を司り全てを掌握するというカールの夢は実現できたことはなかった。私たちのように過去にとどまる者たちは永遠ではなく永遠に縛り付けられているに過ぎない。永遠の中の1秒から金輪際抜け出すことはできない。大厄災がどういうものだったか教えていただけますか？私はあれを第二次タイムリバースと呼んでいる。我々はあの無謀な賭けに負けたのだ。初めてのタイムリバースの後、我々はさらなる研究や実験を進め、タイムルインズをいくつも作った。タイムルインズに逆方向のタイムエンジンを取り付け、タイムリバースによって生じる時空の乱れを相殺しようとした。それがリスクヘッジのために用意したプラン B だった。その後のことは君がさっき見た通りだ。オムニアム放射線が漏れ、事態は急速に悪化した。その対応策としてカールは第二次タイムリバースを決行した。だが様々な理由でタイムリバースは失敗に終わった。時空の乱流が我々の世界を欲しいままにねじ曲げ、都市や文明が忽然と消えた。つまり時空の乱流が陸地や文明のほとんどを消し去ったということですか？あるいは消されたのは私たちの方かもしれない。我々が元の世界から切り離されたのだ。我々は自分たちがオムニアムを理解し掌握していると思い込み、自らの傲慢さや愚かさから目を背けていた。タイムリバースが失敗した原因は？残された観測データによれば、誰かがタイムエンジンを起動する際にパラメーターを改ざんしたようだ。意図的に改ざんされたんですか？アイダの子だ。奴らは決してオムニアムに反対する烏合の衆ではない。あの謎めいたサーガも
オムニアム時空の特性を我々以上に理解している。私は疑ってすらいるのだよ。奴こそが最も永遠に近づいた人間なのではないかと。ハガードはタイムリバースの技術を使いこなせるんですよね。それならなぜもう一度逆回転を起こして第二次タイムリバースの失敗を挽回しないんですか？静かな池に石を投げ込むと水しぶきや波紋が起こる。その時どうすれば池を穏やかにできると思う？わかりません。第二、第三の石を投げ込んでも意味はない。水面が自然と穏やかになるのを待つ。それが正解だ。我々も最大限力は尽くす。この世界をオムニアムの危険から守る準備ができ次第、次のタイムリバースの検討に入るつもりだ。これで事の次第は十分理解できたはずだ。これからは自分が何のために働いているかよく考えて行動してほしい。まだ停止していないオムニアムタワーが2箇所ある。謎のサーガが何を企んでいるかもわからない。我々に残された時間はもうわずかだ。次の目的地はキリオン鉱山のオムニアムタワーだ。だが近頃あそこでは奇妙な病が流行していると聞く。鉱山のボスはジンという男だ。彼とは長年仕事上の付き合いがある。彼に助けを求めるといい。フランスさんはすぐには動けない。だが手元の仕事が終わり次第鉱山で君と落ち合う予定だ。近頃アイダの子は鉱山での活動を活発化させているようだ。任務遂行の際は十分注意してもらいたい。良い知らせを待っている。ルカ、金をよこせ。勘弁してくれよ、そんな大金。金を払うか、それともここで終わるかだ。大丈夫ですか？ああ、助けてくれてありがとう。ちょっと用心すればあいつらを避けられると思ったのに。あいつらとは誰ですか？ハイエナだよ。お前さんたち鉱山の人間じゃないな。近頃じゃここに来ようなんてやつは滅多にいない。ちょっとした野暮用でね。ここで何かあったのか？ハイエナはのさばるし、鉱山で妙な病は流行るしで、全くどうしたらいいのか。このままじゃお先真っ暗だ。鉱山で流行ってる妙な病気って？なんでこんなことになったんだか。仲間が次々と病に倒れて、今じゃ鉱山に入ろうなんてやつは一人もいない。みんなひたすら特効薬を待ってる。なあお前さん、用があって来たと言ったな。なんなら鉱山に案内しようか。ここはハイエナの縄張りだ。危険すぎる。お前さんはどこから来たんだい？ハガードの命令でジンさんに会いに来たんだ。
ハガードの特使？お前さんそんな大物には見えないが、ジンさんは誰でも会えるわけじゃないよ。ああ、わかった、聞かないでおくよ。こいつです、我らをコケにしたのは。あの二人を捕らえるんだよ。あ、ハイエナだ、ついてこい。ここなら安全だろう。すまんな、巻き添えにするところだった。奴らは2週間前にここを占拠した。通るには金を払えだとさ、まったく強盗だな。ジンさんがいつ解決してくれるか知らないが、おっと、鉱山の入り口はあそこだ。ガース、遅かったね。心配で誰かに見に行かせようかと思ってたんだよ。いや、それがさ、ハイエナに襲われてるところをこの人が助けてくれたんだ。この人がいなきゃ今頃はオダブツだったかもな。だから外は危ないって言ったのに。ガースを助けてくれてありがとう。こいつはあなたに会えてラッキーでしたよ。コウエン、この人はハガードから来た特使殿だ。鉱山に用があって来たんだと。ハガードの特使？天上のお偉いさん方もやっと僕らの生死に関心を持ってくれたんだね。特使殿、鉱山病を治す薬をお持ちなら見せてもらえます？キーワード、鉱山病を検索中。申し訳ありません、治療薬は持っていません。ゴーエン、この人を困らせるなって。ギルスはキャンプにいるよな。特使殿がジンさんに会いたいそうだ。ふん、ギルスならとっくに来てる。でも下は今大荒れだよ。早く見に行ってあげて。コーエンはいいやつだよ。お前さんへの当てつけじゃないから気にするな。みんな不安なんだ。ギルスに会わせてやるよ。俺たちの親方だ。ジンさんに会うんならこれが手っ取り早い。鉱山のみんなは嫌ってるが、ジンさんの可愛い甥とあっちゃ仕方ない。ベテラン親方のスタークさんが辞めてギルスが来た。みんな言わないが文句なら山ほどある。コーエンが言っていた、ギルスは8割方ストライキしている仲間たちと揉めたんだろうって。鉱山病の問題が解決しないのに俺たちを働かせようってのか？そうだ、俺たちにだって人権がある。何を騒いでるんだ。おじさんが解決方法を探している。お前たちは仕事に戻れ。口を開けばおじさんか、悪党の手先め。戻ってジンさんに伝えてくれ。病気を治せないなら話はそれまでだ。そうだ、さっさと帰れ。反対反対反対。やれやれ、抗議するだけで問題が解決するなら俺だってとっくにやってるよ。ほら、あれ、あそこで囲まれてるのがギルスだ。あいつがジンさんのとこに案内してくれる。でもあの様子じゃしばらく動けそうにねえな。悪いが俺が案内してやれるのはここまでだ。仲間の病気が心配だから看病する人間を探さないと。わかった、ありがとう。あの、これ何の騒ぎ？あ、お前よそ者か。鉱山病にかからないうちにとっとと帰った方がいいぞ。感染者が続出してみんなビクビクしてる。それなのに鉱山主のジンさんはまだ採掘を続けろって言うんだぜ。ジンさん
査。ジン、ジンさんはお医者様を呼んでくれないのですか？俺たちに必要なのは薬だ。あいつら早急に対策をなんて抜かしてやがるが、いつも口だけだ。ほら、今日だって特効薬を配るって言うからここで朝早くから待ってたんだ。それがどうなったと思う？ギルスのやつ、ジンさんの作った薬がハイエナに奪われたとか言ってごまかしやがった。誰がそんな手に乗るかよ。ギルスの野郎は根っからのペテン師だ。今日こそは絶対に白黒はっきりつけてやる。行員たちは興奮状態です。ミアはギルスに詳しい事情を聞くようおすすめします。よっ、誰が来いと言ったん。下がれ。ハガードが俺に何の用だ。ハイエナに薬を奪われたんだって。ああそうさ、うちの叔父が大枚はたいて開発した特効薬をあいつらに奪われたんだ。薬箱には GPS がついてるんだが、追跡する人手が足りない。まったくどうすりゃいいんだか。下にいるあのバカども、口を開けば文句ばっかりだ。偉そうな口叩くなら自分で取り返してこいっつんだ。俺が薬を奪い返したらジンさんのところに案内してくれるか。お前が？ああ、いいだろう。薬を取り戻してくれたらおじさんに会わせてやる。すぐに位置情報を送る。ハイエナが薬箱を持って逃げる前に急いで取り返せ。あの鉄の参道を見たか？貨物を運ぶのにあの道を使っている。途中にハイエナの検問所がある。奪われた薬はそこにあるに違いない。薬は取り返した。これでいいよな。ああ、それで間違いない。いや、助かった。あのバカどもにはもううんざりだ。そんじゃ、早く薬を配って、あいつらを黙らせてくれ。俺がおじさんとこに連れてってやるからよ。ありがとう。トクシ殿、あいつらに何を飲ませたんだ？ギルスからはジンさんの開発した特効薬だと聞いた。みんなの病気が治るといいな。ありがとう。本当に早く元気になるといいな。行員たちがあそこからどいてくれない。みんなを説得してくれないか。よし、ついてこい。俺が帰るよう説得してみる。
病気の仲間たちはもう薬を飲んだ。ほら、散った散った。その通り、すでに薬は手配してある。お前たちは仕事に戻るんだ。薬はこれっぽっちか。足りなかったらどうするんだ。薬は手配してあるから焦るんじゃない。面倒を起こすやつはおじさんに言って給料さっ引くぞ。わかったよ、ひとまず信じるか。みんな散った散った。ああ、やっとあいつらを追い払えた。もうゴリゴリだ。これでジンさんのところに連れてってもらえるよな。ついてこい。お前にはいろいろ世話になった。おじさんだって喜んで会ってくれるさ。その前に一つ聞いておきたいことがある。なんだ。お前確かハガードの人間だったよな。ってことは商売の件でおじさんに呼ばれてきたのか。いや、異常起動したオムニアムタワーを止めるためにジンさんの力を借りたくて来た。へえ、ハガードがよこしたのはお前一人か。ああ、それが何か問題でも。いや別に、ちょっと聞いてみただけだ。そんじゃ行こうか。おじさんを待たせちゃ悪い。おかげで助かった。行員たち恩知らずだもん。誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだ。おじさんが鉱山に投資しなかったら誰もこんな荒れ地なんか見向きもしなかったのさ。確かにここの仕事は辛いが、それに見合う給料は出してる。来たいやつは他にもたくさんいるぞ。ここで働けるのはあいつらにとって幸運なのわかるか。騒いで不満垂れてる奴らを見ろ。本当にクビにするとなったら全員おとなしくなるぞ。おじさんは甘すぎる。俺ならあんな騒ぎを起こす奴はさっさと追い出してるぞ。見せしめにもなるな。さ、ここだ。ちょっと待っててくれ。先に話してくる。二人で協力したおかげで盗まれた薬も取り戻せた。うん、よくやったなギルス。ハガードの特使殿か。入ってもらいなさい。いや、これはどうも。おいがえらく世話になったそうだね。それで今日はどんな用向きで。私にできることなら相談に乗ろう。状況は確かに深刻だが、すでに万全の対策は講じた。今は感染者に交代で休みを取らせ、治療法を模索しているところだ。だが鉱山の運行は止められない。私は慈善家ではない。慈悲や同情心だけでは会社を経営し大勢の従業員を養えない。行員たちの境遇を理解しようとは思わないのですか。私は世の中というものを嫌というほど見てきた。行員たちの置かれている状況は誰よりも分かっているつもりだ。同情を引く一番の方法は自分を哀れに見せることだ。それくらい君にだってわかるだろう。血も涙もありませんね。特使殿、それはあまりにも一方的な物言いだ。私は誰にも強制などしていない。金のために働くのも今すぐ出ていくのも彼らの自由だ。違うか。まあいい。ハガードもこんな話をするためだけに君をよこしたのではないだろう。他に何か要件でも。
ふん。ハガードはアストロナジーを使ってオムニアムタワーを止めたいのか。助けたい気持ちは山々だが、残念ながらうちのアストロナジーは少し前に盗まれてしまったのだよ。亡くなったと気づいてすぐに鉱山のあちこちを調べさせたが、何一つ収穫はなかった。まあ8割方ハイエナの仕業だろう。あいつらは隙あらば襲いかかってくる。今じゃ鉱山周りの多くの土地が奴らの手に落ちてしまった。だが鉱山内部の状況も不安定で、あいつらに構う余裕がない。そこでだ。困った時はお互い様です。俺がハイエナの相手をしますから、あなたはアストロナジーを取り返してください。これはいい。ならば一番簡単なところから手をつけるとしよう。近頃ハイエナの子分どもが大勢この辺で騒ぎを起こしているらしい。すまないが退治してくれないか。ジンさん、巨獣区がハイエナに襲われました。助けてください。ここはもう安全だ。他にも侵入された場所はある？特使殿、ありがとうございます。今のが最後の侵入者だと思います。でも僕たちは浮き足立った住民をなだめて町の秩序を回復せねばなりません。お手数ですが、ハイエナを撃退したとジンさんにお伝え願えますか？ご苦労だった。だがもう一つ大至急片付けてもらいたい問題がある。鉱山上部の責任者アーヴィンから SOS が届いた。彼のいる鉱山積み替え所がハイエナに襲撃されたようだ。積み替え所からの連絡は途絶え、派遣した衛兵隊からは何の音沙汰もない。かなり厳しい状況だ。キャンプの下から直接鉱山の上部に抜ける坑道がある。積み替え所はそのすぐ上だ。幸運を祈る。
パキ動け。この箱を持って帰ればご褒美だ。またこいつかい？決着をつけないとね。本当に助かりました。ありがとう。あなたは？ジンさんの命令で来た。あなたがアービンさん？そうです。ジンさんから何かことづかってますか？それより、体は大丈夫か？下のキャンプで休んだ方がいい。ケンチ、あなたは体の状態がよくありません。キュッキュッキュッ、休養が必要です。僕は平気です。ハイエナに荒らされた土地を放って帰ったら、ジンさんに合わせる顔がありません。すみません。散らばった鉱石を集めてもらえませんか。僕は設備に損傷がないか調べてきます。鉱石は全部集めたよ。ありがとうございます。でもトロッコの制御台が壊れてるみたいです。ちゃんと動くか検査してみないと。この先にある制御台に行ってトロッコをここまで動かしてみてくれませんか？休んでる暇はなさそうですね。急いでトロッコの修理をして貨物をちゃんと運べるようにしないと。でもそんな体で動いて大丈夫なのか？大した病気じゃありません。大丈夫です。あなたが情報を下に届けてくれたら仲間も手伝いに来てくれるでしょう。薬はすでに服用されましたか？薬は何の病気かもわからないのに効く薬なんてありませんよ。ここでは治しようがないと鉱山のドクターノーリも言ってました。まあもともと期待なんてしていませんが。じゃあギルスが持ってきた薬は何だったんだ？あなたのおかげで助かりました。早くジンさんのところに報告に行ってください。後のことは僕一人で何とかします。くれぐれも気をつけて。
詰め替え所の件は解決しました。アービンさんは今後処理をしています。特使殿、また世話になったな。ジンさん、帰り際に聞いたのですが、今回配った特効薬はあまり効き目がないようですね。あれは特効薬などではない。効き目はゆっくりだ。でもないよりはマシ。そうだろ？なぜその事実をみんなに伝えないんですか？私は彼らの求めに応じて薬をやり、彼らは希望を胸に仕事を再開する。利害が一致しているのだから何も言うことはない。もちろんうちの研究室で薬の開発は続けている。だがこれは未知の病だ。全てゼロからの出発になる。特使殿、新薬の開発には金がかかる。それも膨大な額のだ。あなたは自分が何をしてるか分かってるんですか？特使殿、その正義感は素晴らしいが、君より私の方が南極の舵取りに通じている。さてと、そろそろ君が食らいつきそうな話題に移るとしよう。キャンプの周りに数箇所ある観測センターからデータを回収した。幸運なことに盗まれたアストロナジーの行方が分かったぞ。やはり思った通りハイエナの仕業だ。今頃ブツはすでに奴らのボス、感触持ちのルキア女子の手に渡っているはずだ。人呼んでハイエナの女王だ。大勢を率いて山頂にアジトを築いている。かなり厄介な相手だ。奴らに対抗するために私は大金をはたいて賞金ハンター、アイアンシェル、ドクターハリも雇った。彼は有名な整備士だ。協力してことに当たるといい。ハリムは山上にいる。彼には特使殿がそちらに向かうと伝えておくよ。ハガードから来たってのはお前か？おっと、悪い。人と話すのが苦手なんだ。許せ。要件はジンさんから聞いてる。お前なかなかのやり手だそうだな。助っ人が増えるのは構わんが、ドジ踏んで俺の足を引っ張るなよ。とりあえず状況を教えてください。ハイエナの女王は今どこに？あの狂った女か。どうせアジトでダラダラしてるんだろ。中の様子は俺にもわからん。どこもかしこも手下のパトロール兵だらけだからな。どうするって、設備の調整を続けるに決まってるだろう。お前、俺がなんでアイアンシェルって呼ばれてるか知らないのか？お前らみたいな荒っぽい人間はすぐに力ずくで物事を解決しようとする。だが俺は違う。技術の力が頼りだ。この任務のためにデストロイヤーというメカを作った。
まだテスト段階だが、あと何日かすれば。あ？なら何か？今すぐ突撃しろってか？言っとくが、それは無理だ。金をもらう以上は働くが、金のために命を捨てるのはまっぴらごめんだ。準備ができるまではてこでも動かないぞ。それともお前一人で無謀な賭けに出る気はあるか？自分でメカを操って突撃するっていうんなら技術的なサポートはする。どうだ？お、なかなか話がわかるな。でもその前にデストロイヤーの起動に必要な大量のエナジーを見つけてこい。ハイエナの縄張りの中ならどこにでもある。そこのロボットアームを貸してやるよ。雑魚の相手なら楽勝だが、あの狂った女にだけは気づかれないようにしろよ。よし、そんじゃ働くとするか。これには特殊な改良を施してやる。絶対満足するはずだ。エナジーはこの辺りだ。あの狂った女に気づかれないように素早く戻ってこい。エナジーはだいたい集まった。
戻ろうか。あいつらに構う必要はない。戻ってきたのか。うまくいったようだな。デストロイヤーの準備も終わった。エナジーを装填すればいつでも動かせるぞ。だが出発の前に条件について話しておきたい。お前はアストロナジーのために来たんだよな。ちょうどいい。俺もいつか本物のアストロナジーを見てみたいと思ってたんだ。アストロナジーが手に入ったらちょっと拝借して調べさせてもらっていいか。もちろんいいですよ。こりゃいいや。それじゃメガにエナジーを充填してくる。お前はエナジー機器のスイッチを押してくれ。エナジー設備のスイッチをオン。デストロイヤーの起動に備える。準備ができたら座ってくれ。ハイエナの女王のアジトまで送ろう。無事を祈る。だが、デストロイヤーのコアが加熱気味だ。回収しないと。あとの奴らはお前が何とかしてくれ。俺はバリアを閉じてアストロナジーを持ち帰る。孤高の英雄の凱旋だ。これで俺もジンさんのところに報酬をもらいに行ける。その前にアストロナジーをしばらく預からせてくれるって約束だよな。気が済んだら返すからよ。
心配するな。俺は人に好かれるタイプじゃないが、信用は絶対に裏切らない。もうしばらくここに滞在するつもりだ。頃合いを見て、また会いに来い。